ようございます。めっちゃ二日酔いです。そしてまた世間にこの顔がさらされるのかと思うと悲しい気持ちです。俺らめちゃめちゃ美しいですね。えぐい、はい、えぐい、えぐい。裸眼のすっぺんの二日酔いのこんなピン止めしてきてさ、大丈夫そう？今日はですね、のみさんすっぴんで来ていただいたのは、はい、メイク動画を撮らせていただきたいと思います。はい、なめこ汁？なめこ汁と唐揚げくん買ってきました。ありがとう、はい、超絶二日酔いに超いいセットじゃん。のみさんがお好きな好物なんですか？なんかあの二日酔いすごいって聞いたんで。そうなの、ありがとう。のみさんのメイクを続いていただくんですが、はい、入っているものって化粧ポーチですか？化粧ポーチっていうかこれです。ブランドも買った時になんかその物が入ってる袋あるじゃないですか、はい、それ使い道ないからほぼ化粧ポーチとかにしてますね、いつも。まず全部出します。いつも全部出さないと時間ロスになるから。よし、 OK、 こんな感じで全部出しました。そしたらもうカラコン入れちゃいます。あ、最初なんですね。うん、最近は普通にめっちゃナチュラルの茶色いやつ。なんか今まで服装薄い系のカラコン多かったんだけど、その時の服装とかにもよるけど、店では結構これが受けいいから。日によって結構色々、まあ、パターンは一緒なんだけど、だいたいこの 何個かぐらい、3種類ぐらいをその時の雰囲気で変えてますね。そしたら下地を塗ります。下地はこれ、私は緑使ってます。なんでかって言ったら顔がくすんでるから。くすみ系の人はいいかも。結構白くなっちゃうから、私黒いからさ肌、まあ、ちょっとずつこのくすんでるところに、まあ、中心だね、ほぼに普通に塗ってますね。鼻周りとかがね結構気になってて赤くなったりとかするじゃん。これを飛ばすのと毛穴が、まあ、気になるから鼻周り結構塗るかも。でこのコンシーラー、ピンスのコンシーラーを、本当あんま塗りすぎない方がいいんだけど、ね、まあ目の下で鼻周り、このほうれい線がすごいからほうれい線のところと、あと目の、ね、周りが黒いのも気になるから、私ちょっとだけピョンピョンって、あとこの口の下、口角が高く見えるようにっていうのとくすんでるから、あとまあこのニキビ、白さこの口角が高く見える。そう、ここがキュッと白くなると口角がピッ、ま、あとね口角を上げれる、上げるように見える口紅の塗り方っていうのがあるから、あとでやります。スポンジで普通にポンポンして。もうさ、年が年だからね、顔に塗りたくりすぎるとよれて、ね、余計にさ厚塗りに見えちゃう。そうそう、で老けるじゃん。だからいかに塗らないかっていうのを心がけてて、口の周り、まあ上に向かってなんていうの、伸ばすなら、まあ、クッションファンデ、まあクッションファンデ私最近全然塗んないようにしてて、やっぱそのさっき言ったようによれるから、まあでもその真ん中コンシーラー塗ってるからさ色味がおかしくなるから、一応その周り
はなんか馴染ませる程度、そのコンシーラーと肌の差みたいのを馴染ませる程度に塗ります。粉をはたきます。粉はまあどっちでもいいんだけど、私よく使ってるやつが、前も紹介したかな、多分中国のブランドの粉かジバンシー使ってます。でも今日はちょっとジバンシー使うわ、はい、ジバンシーの型になってるから、このままいくとさ、ジバンシーの G がめっちゃ顔について取れなくなるのよ。ちゃんとこのね、溶かしてあんまり塗りすぎないように、まあ、ちょっとテカリと色味のコントロール、結局さアイシャドウ塗るし、まあこの辺塗るから、あんま粉ってさ塗らない方がいいよね。そのあんま塗らないとこに抑えるぐらいのレベルです。これねずっと使ってる、もう中学生ぐらいの時から使ってるんだけど、キャンメイクのシェーディング、これマジずっと使ってる。600円ぐらい、多分800円か。顎周り色を整える、全体で。私ほんと黒いから何度も言うけど焼けてて、でこれをチークのところにも塗ります。でここに塗んないでね、こけるから。こっち、あ、やってもダメなんです、こけすぎちゃうんです。そう、ここにいっぱい入れるとこけるから、こっちの高いところに私は塗ってます。その残ったやつでなんかこの辺、小鼻周りちょっと鼻筋ラインに沿って、ちょっとだけやったら、ハイライト第1弾、ただの白、ちょっとミラー取れてるんだけど、汚ね汚ね、この白いやつ、ただ白いだけのやつを、まあ、はっきり取って、鼻の上、目の周り、本当にちょっとだけ塗って終わり。ここでこれを使います。粉気を塗った後にこれを振ってピタッてさせるっていうの、ちょっと今粉っぽいじゃん、今粉っぽいのね、少しこれをもうこんぐらいパーってさせて乾かすで、この時笑ったりしたらシワができるから、もう本当にこの状態でロックって感じ。そしたらなんかピタッていう感じになるの、なんかこんな浮きがないっていうか。これでベース完了。はい、眉毛描きます。眉毛は大体適当にアイシャドウの茶色いやつ、アートメイクしてるんだけど、私結構ギュンって上がってるから垂らしたいから下に向かって描きます。こうやってできるだけ平行になるように描いてる。この上のところ足りないとこを埋める。左から描くんだよね、いつも。右利きだから右描いたら今度左が合わせられなくなるから、左で描いて右で合わせる。私右利きの人は左からやった方が多分整えやすいと思う。で眉毛描くとき大事なのって、こうやって近くでこうやって見て描くとバランス悪くなるから、遠く、できるだけ遠くで、足目悪いからちょっと近いけど遠くでやった方が顔全体のバランスが見えるから、こんな感じかな。でこのついてるやつを使って涙袋を描きます。水に、これ結構濃いめに描くからやりすぎだろって多分思うと思うんだけど、後で馴染むんだよね、アイシャドウ塗るから。なのでちょっと今は濃いと思うけど気にしないでください。ほんと大げさに描きます。もうなんかちょっと地雷ぐらい描いて、目尻の方が多い方がいい。目頭にあんまり描くとクマっぽくなるから、目尻の方がいいかな。受けない、今の状態はちょっと面白いことこれでいいんです、とりあえず眉毛のマスカラ塗ります。
これもずっと使ってるケイトです。これもいろんな色あるから髪の毛の色に合わせて買った方がいいね。私眉毛細いから反対側からグーって持ってってで整えてますね。そしたらアイシャドウ塗りますね。アイシャドウは、まあ、ベージーク。もうこれもさ気分なんだけどね。結構日によって色違うんです。変えるけど薄くなりました。アイシャドウの色本当になんかないぐらい。これを合わせて塗ります。きそうです。もうアイホール全体にこれを塗ります。少しのとこだけ残して全体塗ります。なんかイメージとしてはトーンを整えるぐらいのレベル。はい、こんな感じでもう一色です。そしたらこのディオールの定番のやつ汚いです。これを丸い筆で取ってニジリンと塗って横幅を広げるイメージ。あーすごい、あーのいさんになってきたでしょ。結構さ中心顔っていうの、そのなんていうの、真ん中に寄ってる顔なのね。それがすごい自分の中であんま好きじゃなくて、ちょっと離れた顔にしたいというか。だから目頭はあんまいじくんないけど目尻は結構いじる、化粧でね。次これマジで超おすすめなんだけどね、このオンブルエッサンシエル220っていうシャネルのアイシャドウだと思うんだけど、パッと汚いなこれも。パッと見ね白に見えると思うんだよ。でもこれよく見るとピンクの偏光パールみたいな。これを涙袋塗ります。これマジですごいよ、爆弾って感じ。こんな感じで涙袋に塗りました。でチークはディオールの601番、これも変更パールですね。ピンク、サーモンピンクみたいな色。あこれを遠目に鏡を見た状態でこのなんていうの、下すぎず上すぎずのところに横にグーって入れる。なんかさ大人になると顔って伸びるじゃん、はい、それをなんかちょっとギュッてさせるみたいなイメージの化粧をしたいから。一番この頬骨の高いところよりちょっと下なんだ。そう下に入れる。私は頬骨高いのあんま好きじゃないから。でアイラインを引きます。このね9点で買ってんだけど、いつも黒と茶色、これ茶色なんだけど、いつも5本ぐらいずつ買って使ってます。これめっちゃいいです。300円か400円ぐらいなんだけど、目尻から描くんだけど、うん、なんか置くように横に茶色の線に合わせて横長に見えるように描いてきます。何描いてる目尻からなんですね。そう上に跳ね上げるわけじゃなくそのまんまの上に伸ばしていく、うん、こんな感じ。私結構オーバーラインするから嫌な人は別に短くしていいと思う、はい、横引いたら今度この粘膜を埋めていく。トントントンって上に引くとさなんか二重の幅そのままなるし目がちっちゃく見えるからあんまり上にギャンって引かないかも。なんか描くっていうか置くって感じだね。なんかナチュラルに見えると思う、うん、したらこのアイラインで目尻の先から下ここをトントントンってちょっと描くのね。描いた上を茶色でなぞります。さっきのアイシャドウの一番黒いとこ使ってこのアイラインをぼかす。しちゃあちょっと目力がアップするよね、はい、んでこれを目の下に塗ります。この時に涙袋をちょっとぼかしてください。はい、そしたらこのまま何でもいいんだけどさ
まつげの美容液とか透明のなんかまつげコーティング剤、あ、そう、コーティング剤、それが痛かった。トップ効果みたいなやつ、ね、そうそう、まつげにタバコンを作る、ちょっとだけ上に塗ります。これね、お湯で落ちるから結構いいんだよね。ってことはまつげにちょっと優しめ。そう、お湯にさ、落ちますっていうまつげでもさ、落ちないやつあるじゃん、はい、これ落ちんだよ、ちゃんと。だからこれ結構ね、化粧落とすとき楽ちんだから、こんな感じでカバーで、アイラインは全然引いてないからまつげがめっちゃ見えるでしょ。あー、そこ外側に出してない分、まつげで、ま、ヘアパッチンにするみたいな、束で。じゃあまつげはまあ自分の好みだね。私は結構がっつり塗りたい派だから、結構何度塗りもするけど。今まつげくっついてる、上だけついてます、ちょっとだけ。すごいナチュラル。でまつげと変わらないぐらいの長さでつけてます。まつげがマジで少ないから本数も100本ぐらい、うん、メイク終わりで、口紅だね。これは韓国のリップです。普通のなんか流行ってるらしいけど、これ塗り方に特徴ありませんそうジョジョパーリップって書いてある。これを塗って乾燥を抑えます。あんま塗ってると口紅がつかなくなるからちょっと抑えるじゃん。で、これ特殊メイクです。この茶色を取ります。取ったら、こう上に向かって塗ります。こっちが上がってるでしょ。あ、ほんとだ、全然違う。そう、反対もちょっと M 字に見えるように、こうやって見えるように。で、この下も茶色、影、顎出し気味に、ここは伸びて、うん、唇が前に出るように。あ、わかる。で、上も塗る。ここね、ひげみたいな、あんな感じ、凹んでるところに、うん、塗って、ぼかして、そうすると輪郭が短く見えない、わかる。あー、はい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 、うん、これで口紅を塗る、この上から。みんなの絵のインスタとか見て、口角洗浄してますかとか、ヒアルロン酸口に入れてますかとか、めっちゃ聞いてくるんだけど、メイクですって感じです。もともとそういう口角上がってお口なのかなと思う。で、口紅、これ真ん中、これも気分だけど、私は今日はフォトマップ茶色だね、ほぼ。これをかかかか、あ、うん、で、これ塗るじゃん、はい、ならぼかす、タンタン。イメージとしてはこの下唇が台形になるように塗る。かかかかが大事で、ちょっと出すね、タンタンタン。で、ここは塗らない、ほぼ。かかった中、うん、あ、内側にで、こんな感じ。わかる、キュッて見えない。いや、見えます、めちゃくちゃ見える。これをマジで習得したらみんな口角上がれる。で、ちょっとプロンって見えない。いや、見えます、唇が本当ポテッと見えるでしょ。ポテッと可愛い形になる。そうそうそう。で、この上に、まあ、グロス、ここと、まあ、上、こんな感じで口紅は終わり。梅さん、メイク技術ってどこで習得したんですか？え、マジで自分でこうしたらこう見えるかなとか思ってやるだけ。あ、じゃあもう独学でいろいろ試してみてたどり着いたんですか？最後ハイライトね、これさっきのやつ のこのオレンジの部分、これがちょっとツヤっぽく見える。この上はラメ、こっちはツヤっぽく見えるやつ。これを手に取って鼻の
こことここ全部塗ると鼻ってなって、しかも筋ってなるから、できるだけちょっと離す。でここに、まあ、好みだけどラメにするね。今日はラメを置く。キラン、わかる。はいはい。顎先もちょっとだけ乗せるレベルだ。あんまりやると変だから。こんな感じです。終わり。めちゃくちゃ勉強になった。メイクってやっぱ人それぞれあるメイク変わってくるじゃないですか。変わる変わる。だから本当なんか何使ってんですかとかさ聞くのはもちろんいいと思うんだけど、結局さ何使ってようが合う合わないあるから、とにかく自分に合うものを探すことが大事だよねって思います。綺麗側の方なのに可愛さもちゃんとあるから、それってなんでだろうと思ってたけど、口だと思って。今日鳥みたいって言われるでしょ。カリメロとかさ。かわいい。体調が悪い中ありがとうございます。はい、めっちゃ二日酔いです。さっきお食事はもう、あ、そう、味噌汁まだ残ってるけど冷えちゃった。まあ後でさご飯行くからさ、あんま食べちゃうとあれだよね。今日はあれ食べに行く。鳥水炊き。ああ、はいはいはい。水炊き食べに行く。そこの鳥、鳥、うん、そうそう。これ鳥大好きなんですよ。鳥ばっかり。うん。